待て、誰かいるのか。やばい、誰か追いかけてきたみたいだ。ああ、一旦身を隠そう。どうやらすぐそばまでやってきてるな。ああ、上野の連中かもしれない。ここは俺らで食い止めるしかないだろうな。ああ、安子さん、あんたは先に行ってくれ。え、行くってどこに。この奥さ。奥。はあ、実はこの下水道、サイの河原って言われる場所につながってる。サイの河原。あんたもカムロ町に住んでたんなら聞いたことくらいはあるだろう。あのホームレスのたまり場だった西公園の地下のことだよ。どうしてそこへ。数日前、そのサイの河原であんたの兄貴らしき人を見かけたって情報があってな。昔のホームレス仲間から聞いた。今ならまだ間に合うかもしれない。追手の連中は俺らが食い止めておく。だから早く。これはもしものことがあったら使ってくれ。もしもの時のためだからね。それじゃ。あの、うん、秋山さんも谷村さんも気をつけて。ああ、それじゃな。お前ら上の清和会のやつか、それとも宗方の使いのやつか。何を言ってるんだ。あの女をどこにやった。リリちゃんならとっくに行っちゃったよ。何。あ、おっと、ダメだよ。これ以上先には行かせないよ。安子さんには指一本触れさせない。さっきから何を言ってるんだ。俺はあの女を守る必要があるんだ。お前らに用はない。守る。なんだそりゃ。誘拐するじゃないの。それはお前らの方だろ。つべこべ言わずに道を開けろって言ってますけど。どうするよ谷村さん。口では何とでも言えるさ。あるいは今は誰も信用できない。もし安子さんを追うっていうなら。話し合う余地はなさそうだな。ああ。説明は後回しだ。お前らは悪い奴には見えないが、少し痛い思いをしてもらうぜ。ふん、言うね。さあ、こっちはいつでもいいぞ。覚悟はいいな。行くぞ。
さあ、これで文句はないな。通させてもらうぜ。くそ、何なんだあいつは。